予想 TV の皆さん、こんにちは。大阪サンスポ渡辺です。今日はね、ちょっと一棟へのね、人の配置の関係で私一人で喋らせていただくんですけれども、マイラーズカップについての追い切りについてお話ししたいと思います。まずね、動きが目立ったのが、スミー厩舎、今回3頭出しなんですけども、まあ、そのうちの1頭、ディアデラマドレですね。まあ、今日ね、藤岡浩太ジョッキーがまたがりまして、まあ、シールドコースで3頭合わせ、まあね、相手がね、エキストラエンド、まあ、リベルタス、まあ、両オープンバーだったんですけども、まあ、ラスト1波乱ね、11秒9ということで、まあ、そのエキストラエンドに編入して、まあ、ゴールしたんですけども、まあね、ジョッキーも好感触でしたし、まあ、この動きならね、まあ、今回マイル戦がね初めてになるんですけども、まあ、そこにもねもう十分対応できるような動きだったと思います。まあね、重賞3勝ということでね、実績ある馬なので、まあ、この馬、まあ、またねこう G1 のね舞台に向けて今回もここでいい勝負ができるんじゃないかなというふうに思います。でね、同じスミー厩舎のフルーキー、こちらの方もねシールドコースで3頭合わせだったんですけども、まあ、こっちはね、最後ラスト1波乱11秒8でね、ここで合わせたね、こちらもオープンのサンビスタに編入してゴールしたんですけども、まあ、スミー厩舎らしいね、最後ゴールまで終わってもね、しっかり追い切りがね、まあ、とてもいい動きをしているように見えました。あと、まあ、販路ではですね、まあ、フィエロ、こちらの方がね、まあ、目立った動きだったと思います。今回ね、戸崎ジョッキーが立東に来て、今日追い切りに乗ったんですけれども、まあ、販路でね、東方ストロングと合わせて、まあ、ラスト1波の12秒3で千葉市に先着しました。まあ、ほんとね、力強いフォームでしっかりと駆け上がっていた姿が、まあ、好印象でした。まあ、この舞台ね、マイルチャンピオンシップ去年2着ありますし、まあ、同じ舞台で本当にね、まあ、重賞はね勝ってないのは不思議なぐらいの力の馬なんですけども、まあ、今回はねチャンスが十分あるというふうに思います。まあ、あと面白そうだったのがね、グランデッツァなんですけども、こちらは販路で4波論53秒0、13秒3、まあね、時計的には目立たないんですけども、まあこのね、力のいるね、時計のかかる時間帯だったということを考えれば、まあ、今日ルメール騎手が乗ってたんですけども、まあその点を考えればね、この動きでも十分やれるんじゃないかというふうに思いました。以上です。